誰か入ってます？敵。あ、シミュライト。これシミュライト敵すごい、囚人感すごいですね。ね、ちょっと危なくなってきましたね、いろいろと。早くここら辺もドア作んなきゃな。はいはい、ありがとうございます。体力回復しなきゃな。いやいやいや、助かりましたね、これで。あ、ヘリ来てますね、ヘリが。やばいやばい、ヘリ隠れ。ちょっと早く部屋作んなきゃダメだな、これ。これはいいの。あー、近い近い近い、ヘリ近い。怖っ。ヘリどっか隠れてください皆さん、現地の人も。あっちで戦ってる。あ、ここ開けます、ここ空部屋なんで、現地の人入ってください。あ、うちらの拠点が、仮拠点が狙われてる。やばいやばい、早く入って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 、皆さん入って、早く入って、入れる人入って。やってくれてんのかな、まさまさんたちが。いやいやいや、近いな。怖っ、戦ってるか向こう側で。あ、向こうで戦ってるみたいですね。大丈夫かもしれないです。一応開けとくんで、やばそうだったら入ってください。よいしょ。この裸の人ですか？はいはい。あ、魚さんだ。お肉。空港。空港に、な、誰ですか？空港に誰が？危ない、ひっちゃんさ、怖い。いや、わかんないですね。まさまさんのその拠点は知らないです、自分も。あ、そうなんですね。そっちから来たんだ。あ、なんか死んだ。ちょっと待ってください。これ、怪しい名前の人倒した感じかな？ん？ ん？ 誰か入ってます？敵。OK です、OK です。やっちゃってください、とどめを。ナイスです。ショットガン便利。原人相手にはすごい便利ですね。多分知らない人もいっぱい入ってきてるから、そろそろ収容施設を作らないと。安全地帯を作りたいんですけどね、どうやってかいい感じしようかな。名前をちょっとチェックしないと。いっちゃった。そろそろユニフォームが、あ、木がないのかな。あ、檻のゲートがすごい必要なんだ、鉄。これ入れたいですよね。これ2個にするか。1個でもいいのか。1個ずつ置いていこうかな。なんか言った？大の神さん。あ、大の神さん見た。あ、ありがとうございます。よし。これで、ゲートは1個ずつでいいかな。なんか誰かいます？敵。弓文字が2人来てます。了解です。当たんないぞ。もっと上か。流れ行くか。
これ大釜戸に入れてもらってもいいですか、ケイスケさん。この鉄をうまいこと。あ、また来たかも。こっちか。クマか。クマみたいですね、クマ。やられてやられてる。クマ、クマ気をつけて、クマ。原人が犠牲になってる。強いな、クマ。誰あの銃持ってるの。あのクロスボウ、これ誰、これ仲間。どうもです。ちょっとモン作んなきゃいけませんね。やばいやばい、急がないと。ちょっと試しに牢屋のあれ置いてみますか。刑務所の檻のゲート、これですよね。これまだ一回見たことない。あ、見たことあるか、バトロワで見ましたよね。どんな感じになるか。とりあえずここは木で作っとくか。じゃあ初めての檻をちょっと門のとこに、ゲートに置いときましょうか、一箇所。どんな風になるか。これを書く、これ裏表どっちなんだろう。これでいいのかな、あれと一緒かな。まあ、これどっちでもいいんですけどね。右、これがあれかな。あー、できた。おー、こんな感じか。狭いな。一家でも。これを各部屋に入れる感じですね、このゲート。素晴らしいな、これ。これいいですね。フェンス用ゲートでもよかったな。ここ変数ゲートでも良かったですね、正直。ちょっと待ってくださいね。これがどんな感じかをちょっと見てみたい。あ、閉められた。これ閉められた時すごい囚人感すごいですね。こっちで合ってるのかな。あ、これはどちらかっていうと外かな。まあいいや、試しだから。しかもすごい弱いこれ。まあいっか、石と鉄が大量だ。やっぱこれかな、中のツールはこれだな。あれもいいけど、あ、もう作っちゃったか。この辺り棒が落ちるみたいなんで気をつけてくださいね。でもやっぱこんな感じですよね。これを2箇所作って、あ、こんな感じだ。でもこれ金網でもいいかもしれないな。ここの中には入るところは、このエリアも早く完成させたいな。あー、これもあるのか。これも1個、これもいいかもしれないな。真ん中、ここは全部これでいいか。4つのも、ここ2つにしちゃったけどな。これを、これは、ほうほうほう、おー、いいですね、これ。これいいな。ようやく今管理連になる予定の中央の場所ですね。門が全部鍵つきました。あ、いいですね、鍵ついた、鍵ついた。よし、じゃあこれで一応管理する場所はできたから、独房というか檻をちょっと作っていこうかな。少しずつこうか。これか。まあどっちでもいいんですけどね。これで、あー、ここにも枠つけなきゃいけないんだ。お隣さんとはコストかかるけど、シースルーにしたいですよね。こうしてこれですね。これが一人の部屋。これ見た目に似合わずコストかかってんな、これ。刑務所ってコストかかりますね。大変だな、こうして作ってみると。これが一応一人部屋ですね。独房ですね、これが。これが基本の形。結構広いな、これ。一人の部屋、一人二人、一部屋二人ぐらい入ってもいいぐらいですけどね。これで上にで
で鍵はこちらで管理します本当に独房です、これ、はい、石にして、あ、いいですねこれあ、いい感じだあれはやばいな、いや大変ですね刑務所作りも、完全にプライバシーないですからねこれな、留置所ですねこれ、どちらかというと留置所に近いか、この形だと石壁の方がいいですかね、迷うなこれ。じゃあ試しにもう一個壁のやつ作りましょうか、壁のやつ、ちょっと迷ってますね今、ちょっと待ってくださいね、石にしちゃうとあれか、天井はもうつけるからどっちがいいかな、めちゃくちゃ迷いますね、これで石にして、石壁かな、石窓、でも窓だとあれですよね、これを入れなきゃいけなくなっちゃうんですよね、これ石作ったらもう壊せないですよね、こっち側を石にして、ちょっと石やってみます、ここじゃちょっと待ってくださいね、石にしよう、まずは石、あーでもこれかなやっぱり、あーやっぱ閉鎖感を味わってもらうか、ここはじゃあどうしよう、これはじゃあこれはなんかの部屋ってことで、ここは仲良くできる部屋ですね、シンシン2人が特別部屋ということで置いときましょう、これはこれ特別室で、やっぱ石にしましょう、石の方が良さそう、石だな、ちょっと寂しくここで震えてもらいましょう、あもうなくなっちゃった、あいいですねいいですね、似合ってますよ感じですイメージ図いいですね、そんな感じですねよいしょ、ここはちょっと仲良くできるけど、まあいっか、特別連としてやっぱ石の方がいいですね、これ壁。すごい、似合ってた。似合ってたっていうのも失礼だけど。いい感じだった。よし。だいたい基本形態はこんな形で、あとはもう、どんどん拡張してもらって、頑丈にしてもらう感じですね。1,2,3 入ってる入ってる、あいいですね、いい感じになってきた、素晴らしい、あこれはいいぞこれはいいこれいいですね、やっぱ石いいですね、ありがとうございますアドバイス、こんな感じで、あ極悪そうだなこれいっちゃんさん危なそう、あいいですね、こんな感じで、かっこいいな前出てこう出てもらってちょっと閉めてもらっていいですか、どんな感じか、あ閉めれないのか、そっか、じゃあ自分で閉めようあーこんな感じか、これはすごいな